お疲れ様、スロットです。今日ですね、トロ上げやっていきたいと思います。現在77の225位ですね。残り1週間ぐらいかな、期限も、トロ上げの、はい、ということでちょっと最多更新目指してやっていくんですけども、今日キョスケクローン使っていきます。はい、キョスケクローン最近めっちゃ使ってるんですけど、マジで強いし簡単で楽だしっていう、マジでいいとこしかないっていう、マジで神デッキです。はい、ということでやっていきます。で、エレスピの枠が鏡になってるね。ちょっと変わった、また1枚変わりました。はい、この方を見つけたんでここでやっていきます。で、この方のメリットは、あのマザネクをねぶっ倒せます。はい、マザネクぶっ倒せるし、マジアチャも処理できるし、まあウッドウッドが優秀だよと。で、あとは普通にキョスケからのキョスケの16も強いし、スケバレミラーがあることによって、こう施設相手にも2周目のスケバレをね無理やりとか、まあそれらクローン2回とかもねよくありますかね。そう、キョスケにクローンからのさらにクローンすると、埋めたらキョスケが合計3体かで、爆破全部で4500とかあのできるので、まあ不意のねクローンミラーでキングワンチャン狙ったりとかもできるかなっていう、えげちいデッキが、はい、またね進化して良くなりましたんで、こちら今日やっていきます。お願い神相性てくださいって、まあ、回転率だけ落ちちゃった感じかな。まあ、LSP だと1コスでねポイってできたのが、まあ、それがなくなったぐらいで、まあ、それ以外は全て強くなったかなと。厚山さん、名前がなんかいいね、超厚山さ。ウッドはマジで嫌いです、このデッキ使う上で。ウッドだけ嫌ですね。さあ、まあホグはさすがにマザネクおらんやろと。これもうクローン行きたい。でも絶対なんかあるよな。おー、いや、ワンチャンクローン行ったら事故ってたかなみたいなね、思いつつ、さあ、着衣ってことで、キョスケも残すね。マジ、ゴリラきつい。ゴリラきついけど、ワンチャンある。さあ、私のキョスケがいじめられます。もうミラーキョスケ下すぎてさ、構えてるもん。よし。さあ、フィジカルの鬼。どうしよう、暇すぎんな、引き当てけ。おお、いや受けがうまいな。いや、ここでクローンがあると優秀だったが、無理はしない、無理はしない。おーい、マジできついの、初戦ができちゃったけど、ほら、LSP 型だったら激渋でしたけどね。ちょっとミラーがあるので、ちょっとミラーで世界を変えたいんですけど。まあ、一旦キョスケ。キョスケミラー、やっぱやっていかないといけないね。まあ、スケバレミラーもな。どうだろう。うわー、これ、キョからのクローンヤンキーかな。マジで。ヤンキーぐらいがちょうどいいんじゃない、クラロワって。押して、もっと押せや、もっと押せや、お前ら思ってたら体重が一発。しかも圧着衣をこれはねボコボコにしてくれる。やべ、変な吹き消した。よいしょ。いや、ダメージ的には勝ってるっていう。いやいや、勝ってます。フィジカルの鬼いる。いや、いいよ。いや、ハイスピ使ったけど、なんだ、右が見えてきたな、これ。いや、いい、今の吹きエロいね。しない、止める。うわ、待って、ウッドのタイミングが下手っていう初歩的なミスが来た。ここに来て、後ろから出したけど、なんとかいい感じになりそう。相手がサイド帰ってきた。ちょ、これ溶かしたい。
ウッド使った。そしたら、そうだね。お、さあ、いけ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 、ちっこいのちっこいの、きたきたきた、あっつ、マジ熱山なんだけど。熱すぎ。いや、でかいでかい、マジでこれ、L スキだったら、ないんですよ、こんな。こんな感じで勝てないんですよ。後ろからマジで、キョスケミラーで、ね、キョスケ相手に戦えるのがやばいね。うわ、やばい、今の。めっちゃ気持ちいいな。あとなんか後ろスケバレ適当に垂れ流すのも良かったかもしんないね。いや、でかいな。めちゃくちゃ良かったぞ。なんだこれ。マジで。すべてがよく見えてしまう。やばい。うわ、出た。ドリルのキョスケだ。ファイブウッド。マジで同じデッキしかいない。俺も同じデッキ。お、違う、変わってる。レインボー。俺も同じデッキしか使ってないんだけど。人のこと言えないんだけど、ね、ゴリゴリ環境に染まってる。キョスケー、あー、ジンガー Z、 マジンガー Z ってこと。まあこれはステイでいっか、無理せずいこう。いやー、だるい。いやー、バレちったな。エレスピないとちょっとだけ陸受け寂しいかな。ん、抜くんじゃねえ、抜くんじゃねえ、こっちを。うわー、このコームにもいらんな。あー、エコキースピ使ってくれたならいい。いやー、ウッドかー。まあまあ、ザップはザップで嫌だしみたいな、ウッドはウッドで嫌だしみたいな。いやー、全然戦えるぞ。マジめっちゃ仁義ね。血鏡の2体目強そうだけどな。マジはちょっともう1個次第でもある。いやー、この吹きは LSP 欲しい。マジいい感じの安着おじさん来るよね。こっち来ねえかな、安着ある。あれ、どっちに来る、右か。よし、うざめの残れ。うわ、今の残れば熱いんだけどな、マジ。いや、でもラックダメで勝てそうだ。え、ちょっと待って、疑惑の含意あったぞ。うわ、勝てるな、全然あるな。ウッド使ったよ。お、いや、うまい、マジやっちゃ、それは。いや、いい、いい、マジで。ぶっ刺さり、ぶっ刺さり、ぶっ刺さり、ぶっ刺さり。スルッとからの、コロリンチョしたけど、2周目すると危ねえかな。いや、やばいよね、これに戦えるの、マジで。冷静に。ウッドミラーなかったらボックされてる。ウッドミラーあってもボックされそう。あのキョスケの圧が。よしよし、いや、これコウモリがいかつい、コウモリいかつい、コウモリいかつい、コウモリいかつい、いけいけいけ、落ちまうよ。やべえ、ちょっと磨く、あ、磨けない反応してやがる、こいつ。磨けない。よし、やばい、今季最多です。
やばマジでクローンで8000いっちまうよ本気で。いやえげついな、これも多分ね LSP 型だったら負けてた気がすんな。あれ最強か、ジョスケクローン使いでやってる、やべえ。俺の方が今後2日に1回ジョスケクローンかもしんない、な2日に1回じゃ済まないかもしんないね。もうやばいよマジで、今まで全然勝てなかったやんっていうような、きつかったやんっていうようなが、ね、LSP がミラーになるだけで、ミラーになるだけ強いな。ウッドミラーやべえ、マジでやばいね。ウッドミラーで防衛できるし、マジアチュアも処理できるし、結局ガチでウッドが強すぎて、結局最近の環境もなんだろうな、ウッド加工されてダメージ落ちたから、ね、ほぼ雪玉になるんじゃねえかみたいなありましたけど、もう全然、もうなんならウッド増えてるぐらい、ウッドしかおらんやんっていうぐらい、結局ノックバックと、このね楽な感じがいいんだろうね、強いんだろうね、とりあえずウッド転がしとけばいいよねみたいな、まあ、ノックバックかなニコスの、うん、で全てにほぼ対応できるアンパイ、マジ強すぎてやばい。マーネルジャイスキャラじゃないの、ジャイスバカ、ジャイスキャラだよ、ね、ネクロのエリババだったよね、なんか前動画で、ね、前なんか結構前だから気がすな、もうめんどくさいね。めんどくさいね、一言なんだ。はい、めんどくさいでーす。ユキ？お？おー、許容か。いやー、ここで吹き矢使うと逆のダックプリスケアとかも怖いが、もう一回吹き矢がいるっていう。幸せ。来ねえかな。いやでマジでこれはいけそうだ、わかんない、ネクロがマジできつい、うん、さあサイドを変えてくる、もう同じでいい気がすんな、一旦今ので、一旦今のでいい気がすんな、コウモリ出してもあんま活躍しねえからな。さあネクロ、あれは勇気で抑えていくのか。で、吹き矢を焼くとは。嫌だな、そのサメ。学んできましたね、相手が。今の1回で。ふっ、ふっ、ふっ。いやー、ちょっとだるい。わー、ちゃんとネクロで守ってくんのか。うわやばい、これちょっとやばい、うっ、ぶっ刺さってしまう、そんな綺麗に、いやさすがにタイミング綺麗にはまりすぎたかな。いやー、ジャイスキラ使いなこともあって、なんかさすがにうまいっすね、ちょっと。いやー、イカレチンだなマジで。だからもうキングもおる、あー、なるほどね、ネクロです、ネクロ最強に見えてくんなマジで。ネクロにやられるか、まあしゃあないような気もします。勝てそう、序盤だけ良かったですけどね、さすが学ばれましたね。はい、ネクロ許容からの、うん、もうちょっと守れば良かったかもしれない。まあまあまあ、ジャイとかがねやっぱ厄介になってくるんですよ。キョスケってねとりあえずなんか強いんですけどね、なんかジャイだけ一番だるいねっていう、火力がね、ジャイネクロか。最近なんかちらほらいんな、ジャイネクロ。なんで？ネクロの上振れが来てます。さあ、神風来た、ジャイプリだ。まあ、これも LSP の方が良かったけど、いや、ミラーがいけるか。さあ、ヤナメザップだった。
ったら嫌だな、ファイブザップだったらめっちゃ嬉しいなーの神風っすね。多分前京介でもやったっすよ、どっちかわかんないけど。さあまあ爆破である程度飛んでってくれるのが幸せ。さあ頑張れ。ミラーを何すればいいかなっていうので、まあ5だったら吹き矢ミラーとか、まあとりあえずの挙式ミラーは満杯っすね。マジいやマジ暇すぎて、これ多分ダックプリで受けてくんだよな。どうしようかな。お違う、うわやばい、ゴリラ級が来た。いやしかもヤダアベだった、ちゃんとヤバすぎる。なんでクローンにも戦えるように嫌になってます。やめてよ。なんだろうね、今までさ絶対ファイボザップ、ファイボタルババとか新兵隊ロイフとか、それこそもうヤダアメタルババとか、なんかいろんなデッキでマジでヤダアメ採用なんですよね、ここ最近。そういらないらしいっすね、ファイブはもう。まあ、ディガーがあるんで、ディガーやな、雨で。相手の奥が処理できるっていう考えもできる。鬼のカウンターも。まあ、まあ、まあ、エレキがな、いや、出すのかな。お？お？耐えたぞ、ここ。うわーやべえ、うわマジで、きそうだなこの負け方。まあディガ来るよな、そうだよな。うわマジで今のは俺が悪いな。うわー今の渋すぎる。いや今のはね最後もう一回攻めに達した私が悪かったな。くそザップ待ってたのに読みで打ってくるか。クーディガーザップ400の余裕で削るか。いや、理解なかったっすね。あら、最後の正解は、キョスケを多分攻めに出しちゃったから、守りでスケブからのザップ使われてコウモリウッドで耐えでしたね。うわ、やべえ。マルチ上位は最後の粘りがやっぱ違うっすね。こういう甘えないようにね。めっちゃ今のも勝ち試合ですね。サンドボックスだ。韓国1、2レベルの激うまです。ヤンキーしちゃうよ。さあマイティー5月も来ましたね。なんかちょっとキツネのやつが増えてる。よいしょ。スケベ優秀。で、爆破か？うん。さあ、これもまあ耐えて耐えての、キョスケ2体目とか、なんかね、ちょっと違ったことをして突破したい。大砲。ウッドは軽いね。
さあ、ケツマイティだ。ここっすね。ここで、ケツ巨で、このマイティをしばかないといけない。いいぞマジ。あ、でもウッドか。いや待てよ、ダメージ入ってるからの巨助2体っすね。またやっぱ2体目の巨助が非常に大事になってくる。いやー、このファイスピーはちょっといやらしいな。ウッド使わせるやつだな、マジ。いやー頑張れ、フィジカルの王よ。いやー見てんなー、ちゃんと。やべ、空振った。いやこれマジで落下で、あるとジコレジコレ、もっとジクってる。やべ、うわ、スケバレがミラーできてない。いや、コウモリミラー、コウモリミラー、うわーマジで、おい強いって。サンドボックスよ。うわーマジかよ、ちょっと波に乗れなかったな。これ波に乗ってたらマジで、まあ、ジャイスケラー無理だったけどね。ジャイスケラー無理だったけど、ジャイプリも最後の復活もワンチャンすごい掴めそうで掴めないのがマジで悔しいんですけども、ということで、いやマジでね、ちょっとおもろいからな、おもろいからね。マジクローンでこんないい試合できるんだっていう、ちょっとみんなにもね本当使ってほしいです。はい、しかも組みやすいです非常に。はい、やってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。大塚ちゃんでした。またね。